はい、どうもご視聴ありがとうございます。サム太郎でございます。今日はこのカオルシね、カオルシを2体編成して、近畿の24、ここをね、まあ、なるだけね楽にクリアしていこうと思います。まあ、なんで楽になるかっつったらなんですけど、この子16ターンで打てる大号令に短縮がついてるんですよ。まあ、だから初手もちょっと妙な動きをしたんですけど、それがあるんで結構パン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 打てるんだよね。あ、ミスったかな？あー、それたー、ごめん。それてしまった。上がるため。はい。なんで、大号令をね、パン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 打ちながらやっていこうと思います。これは、いけっかな？エナサーでね、結構反撃モードやってくれるんだよね。あ、いったね。オッケーオッケー。はい。というわけで、やっていくんですけども、まず、カオルシの強い点。カオルシの強い点は、友情コンボ2種がどっちも有効。まあ、一つのね、加速は当たり前なんだけど、ダブルエナジーサークル。これがね、予想以上に強いんだよね。あー、これ微妙だなー。行って帰ってきて、カオルシぐらいなんとかなるか。拾って、オッケー。そう、まずダブルエナジーサークルなんですけど、これがね、だいたい半分ぐらいの確率。まあ、それ触っときゃ半分ぐらいの確率で、反撃モードを誘発してくれます。そこはね、すごく強いと思う。逆にね、アガルタさんはね、今回初めて使ってみたんですけど、友情コンボに関しては、もうクソですね。何の役にも立ちません。破裂斬撃弾も遅いし、追撃貫通弾も全部の行動終了後なんで、とてもじゃないけど軽くとは呼べない。ただね、これ普通に動く分に関しては、全然問題ないです。ギミック完全対応してるし、ダッシュ持ってるし、ストライクショットも自強化プラス、まあ、プラスの毒がね、サンダーバード処理できればよかったんですけど、そこまではもらえなかったね。まあ、それでもね、十分な火力になってます。あ、これは無理かな、友情じゃ。こっちでいけるか。こっちで友情拾って、拾えなかったね、今。うん、拾えなかった。まあ、拾ったとしてもそんな稼げなかったと思うけど、角度が悪かったかな。うん、残念。で、そうだから、アガルトさんは、殴りとかに関しては優秀だけど、それ以外は微妙だったよって話。これどうすっかなぁ。なんもできねえな。拾った。殴れ。一回殴れ。よし。カオルシさんはね、殴りも強い。超アンチワープの恩恵もらってるんで、結構しっかり殴れるね、この子は。これはね、嬉しい子さんです。あー、倒したかったな。欲を言えば倒したかった。まあでも、短縮かけれたからいいか。で、減少攻撃くらいの、アガルタ回復 C の。よっ。倒せ。よし、偉い。偉い、上がれた。じゃあ、ステージ3やっていきましょう。でもね、実際今これ何回かやってみて分かったのは、カオルシね、本当に勝ちに行くんだったら、1体です。まあ、当たり前なんだけど、ダメージオールなしがね、2体はね、ただただやりづらい。まあ、もちろん加速ができるのと、大号令2発は魅力的なんだけど、それ抜きにしても、やっぱね、ダメージオールは欲しいね。うん。それは間違いない。これもね、激しく動けりゃいいんだけど、ダメージオール突っ込んで死んじゃうんで、このちょっと待機だよね。真ん中辺に適当に待機してもらって、これで OK。この追撃貫通弾がね、もしも、あの子、軍ある。あれだったら最高だったんだけどね。で、お見せしましょう。ストライクショット。ただね、今 AT、ちょっと待って。あ、割られてるわ。AT フィールド張ってればね、このぐらいの角度いけるんですけど、割られちゃってるんで、このぐらいでいけるかな。もうちょいきつめがいいかな。いや、こんなもんだな。真ん中届くかな。そう、弱点がね、判定遅いんですよね、ここ来るの。あ、OKOK。いいね。これ16ターンよ。あ、でそう、この通撃のカシウスの矢。これはね、正直まだ検証がわからないんですよ。
2段階目ではサンダーバードは間違いなく処理したんですけど、1段階目はね、わからない。なんでわかんないかって言ったら、1段階目でね、ほぼほぼ確実に処理をしちゃうんで、サンダーバードは生き残んないんですよ。でも2段階目はさっきやってた時に生き残ってくれて、処理できてましたね。追撃の効果としても使えます。今の1体はね、ちょっと本当にミスった。ただただミスです。いいね。次で倒せるね。次で倒すよりも HP で短縮かけたいんだよね、正直。理想を言えばね、ちゃんと短縮かけてから動きたいのよ。ただ場所が良すぎるから、このまま行こう。いいね。2段階目溜まったね。1段階目でさっきのあれだからね。2段階目はね、もうちょい激しい。で、カシウスの矢のね、ダメージはちょっとわかんないんですけど、まあ、2段階目で確実に処理ができるんで、そこはでかい。これ、いけるか？加速2拾って、無理な気がするけど、ちょっと行ってみるか。いけたわ、全然いけた。しかも短縮 OK。この3フレはね、でかいよ。後に生きる。さあ、そしたら、あとはティポーンさん倒すんだけど、どうしようかな。こんなもんでいいかな。タオルシーン2拾いして、2拾いできなかった。うっそー。まあ、それでも、多少動いてくれたかな。次が、3P か。ボスに対してはがっつり稼げそうだけど、今ダメージスモック壊しに行くか。ダメージスモック壊すのと、ちょっと待って、ちょっと迷う。いいや。安牌。触れ。おし、触った。このスモック破壊大事よ。4P じゃ撃つかな ?4P。あ、でもせっかく今消えてるから、ここは普通に動こう。ただ、ティフォーンがちょっと痛いことしてくるから、撃っちゃおうか。うん、撃っちゃおう。雑に加速しながら、暴れればティフォーン倒せるでしょ。かつ回復も。余裕だね。これがこのストライクショットの火力っすよ。はい、OK。じゃあ、ステージ5行きましょう。まあ、初手で短縮してあげれば HP もね、次で打てるんで、安心してプレイができると。この雑魚処理がね、これ上。よっ。いいね、加速。なおかつ短縮完了。安心感が違うからね。サンダーバードはね、5ターンで即死なんで、もう1回はね、最初に動いたキャラが打てるんで、短縮かけとくと安心です。で、こっちが、こっちから行ったらきついよな。でも戻ってこれないか。いや、戻ってこれる。ダッシュ持ち。よし。あれ？あ、オッケーオッケー。さあ、そしたら、ボスやっていきましょう。あ、でもこれピンチだね。あ、なんでピンチかって言ったら、3P でミスると、次、カオルシが、処理をね、しづらい状態なんですよ。ダメを払われて。だから、SS 使います。いけると思うけどな。どうだろう。ギリかな。おー、ナイス加速。で、この追撃の毒。これはね、さっき試して分かったんですけど、これ毒当たんなかったけど、サンダーバードね、60万しか食らなかったんで、処理できませんでした。誠に残念です。さあ、短縮させながら。よし、短縮かけた。で、HP 打ちます。剣も持ってるし、今だ火力も出しやすいし。サンダーバード処理をしたいんだけど、あんまり角度きつくしちゃうとね、ダメを突っ込んで焼け死んじゃうんで。
4P 香るし、触れないか。あれ、これ打つ微妙かな。あ、オッケーオッケー。ダブルエナサいい仕事するわ。でちなみにこうね、カシウスネは、カタストロフとティフォンは効きません。なんでかっていうと、こいつらね、弱点が中心じゃないんですよね。そこら辺ね、設定が忠実です。よいしょ。いいね、いい回数殴る。そしてあとはボスだけなんで、3P か。ここで倒したいな。あー、倒せんかった。欲張りすぎたか。これ短縮かけてあげて、いいね。これでジジュン出てる。1P のカオルシで雑魚処理。どんな位置だっけ、プニョ。2セットいけるかな。うん、OKOK。まぁ、あ、ちょっともう1短縮したかったけど、カオルシまだ届きませんでしたね。でサンダーバード。まぁ、あ、最悪 4P 使えばいいんですけども、できれば加速で処理したいよね。よっ。いいね。これが加速2体積んできた回だよね。だいぶやりやすい。だね、あそこまで上に、ザコがいると、ダブルエナさんほぼ届かないんで、ご注意を。いやー、倒せなかった。倒せなかった。殴れなかった。殴りたかったなぁ。まあ、一発か。まあまあ、よしよしよ。短縮もかけたし。で、ダメを出して消えない。あれ、ここ消えなかったっけ。そしたらどうすかな。アガルタ打つか。グダってもあれだし。いや、でもこれは稼げる。エナサーでアップさせて、いいね。こんだけ稼いでくれば十分だ。よいしょ、回復しつつ、加速拾って。いや、そっちは拾ってほしくなった。ちょっと危なかった。ダメよ、横。まあ、エナ下がるからいいけど。心折れるまで何度でも挑戦したまえ。はい。心折れるまで頑張ります。というわけで、ラストゲーやっていきましょう。まあ、ここまでね、今全部で5回、合わせれば5回くらいエナ下、大ゴール打ったと思うんですけど、その状態でまだ溜まってるからね。ゲイン素晴らしく。そしたらアガルタ、アガルタ、もう SS 祭りだよね。 SS4 本であとはもう確実に終わりだと思います。終わんなかったらすいません。まずアガルタでしょ。大きめに動きゃいけんじゃないかな。横か、こっちが正解か。
うん、オッケーオッケー。まずサンダーバード処理します。で毒、この毒がね本当にサンダーバード処理してくればより良かったんだけど、まあしょうがない。でここはエナッサー信じて行こう。あ、ミスったね。調子こいだな、無意味だった。まあ、でも回復したからよしとするか。さあ、そしたら大号令なんだけど、いや怖えな。でもから行った方がいい気もするけど、どうなんだろうな。ダメ用がないターンだったらよかったんだけど。マジでやばい、打ち方が荒れすぎた。いやー、すいませんでしたね。僕の技術のせいで、ラスゲサクサクのつもりが、思ったよりも苦戦しております。あー、でもこれで OK か。うん、OKOK。ね、さっき言った通り、SS4 発で、無理やり終わらせました。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。と、まあ、こんな感じですね。バイバイ。